はい、それじゃ始めます。前回デニソフ変換っていう、まあ、デニソフ変換っていうのは、まあ、ここで名付けてるだけなんですけどね、それを導出したと。で今回はそれを実際に絵に描いてみて、その変換式が幾何学的にどんな意味を持っているのかっていうことをですね、解釈をすると。で相対性理論のローレンツ変換とはかなり考え方が違うんですね。式は似てるんです、似てるんだけれども、ものの考え方、概念が違うので、その式の解釈が変わってくるんですね。その式を、まあ、どんなふうに解釈するかっていうことが、まあ、かなり大きな意味を持ってるっていうことがですね、今日講座を受けていただくと分かると思うんですね。デニソフ変換と、まあ、アインシュタインの特殊相対性理論っていうのは、まあ、根本的にものの考え方が違うんですね。前提は同じなんです。導き出される結論が全然違う。アインシュタインの場合は時間空間が伸び縮みするって言ってるわけですね。でデニソフ氏はそれは錯覚だって言ってるわけですね。光が誰から見ても同じ速度に見えるので、観測者のところに届くまでに時間がかかると。だから物が伸びたり縮んだりして見えるって言ってるんですね。でこれはもう全く解釈が違う。だからこの解釈に合うように幾何学的な意味を解釈しないといけなくなってくるんですね。ここが難しいんです。前回導き出したのは、デニソフ変換っていうもので、こういう式ですね。でこの式を出すのに、こういった形の非常にガリレー変換に近い斜行座標を取ってきてるんですけど、これをですね、ミンコフスキー空間のように描いたものがこちらの絵になります、ね、表記の仕方としては、この表記の仕方とこちらの表記の仕方があるんですね。でこちらの表記の仕方でこれ導き出しました、ね、デニソフ変換を導き出しました。で今度はこの変換式を、ミンコフスキーの空間と似た形の表現をして、こちらで解釈してみましょう。だからどんなふうにこういったものがこちらに移し替えた時にどう見えるのかっていうものを、まあ今日はやっていこうということなんですね。でこの X' 軸 CT' 軸のところで X'CT' という点、ここの点を例えば P とすると、その点 P を直行座標で見ると XCT になる。その間の変換式がデニソフ変換ということなんですね。でこの式をねちょっと見ていただきたいんですが、でここでですね、著しい特徴があるんですね。斜め45度のラインを見てやると、ここなんですけどね、こういう感じね、全部ねほら CCCC になってる。でこれがね、実を言うとデニソフ変換の決定的な特徴なんですね。非常に重要な特徴なんです。要するにデニソフ変換というのはですね、ものすごくある意味で言うと見やすいというか見よい性質を持っていて、例えばここの点が原点から2秒経った時の 2C という点だとしますね。そうするとここに45度のラインで線を入れます。そうすると当然ここが 2C なのは当然ですが、実はここの点が 2C、 ここも 2C、 だから直行座標、静止座標の方で 2C という長さは、この斜行座標の X'CT' 座標ではここの位置になるっていうのがね、こんなに簡単に分かるんですね。それが実は前回デニソフ氏が指摘していた、こういう性質が成り立ってますよ。実はこれがこのことを言っているわけなんです。さあこれからね、見ていくのは、今までこのデニソフの変換式を導出するのにこういった考察をして見ていったんですね。でこれをですね、全くこの絵をデニソフのこのデニソフ空間とでも名付けたような、こちらで表記したのがこっちの絵なんです。これね、こういう書き方をするんですね。例えばこういうふうに進んでいってる。でここの CT' の時間で、まあ、ある時間があります。何でもいいんですけど、まあ、CT
出しっていう時間にしておきましょう。そしたらそれと全く同じ時間っていうのはここに一本線引いてここになるんですね。だからこの時間の時に斜交座標ではここの長さに見えていたんですね。 L という長さに見えているわけですね。それが同じ時間 CT の時にここではどんな風に見えているか、直交座標でこの時間の時に同じ CT ダッシュっていう同じ時間の時にこの L がどういう長さに見えますかっていう時に、これをですねここに投影するんですね。でこの長さに見えてますよ、こういう絵なんです。